ここにも今名前書かれてないね、日本第一の桜井誠さんっておられるんですよ、ほんならあのネットで見てたら、うん、言うてることがね、ほんまにね、ことはきついけどもあな、なるほどなって思うこともあるんですよ、うん、そういう方とかも知らせやなあかんのに、知らせない。 っていうのはなんやねんと思うんですよ。ここにも今、名前書かれてないね、日本第一党の桜井誠さんっておられるんですよ。ほんなら、あの、ネットで見てたら、言うてることがね、ほんまにね、ことはきついけども、あ、な、なるほどなって思うこともあるんですよ。うん、そういう方とかも知らせやなあかんのに、知らせないっていうのはなんやねんと思うんですよ。一体いつから日本にはですね、民主主義というものがなくなったんでしょうか。こういうことを繰り返している。 そして皆さんも初めてこの桜井誠という名前を聞いた人もいるかもしれません。今回ですね、もうすでにいろんなところでですね、候補者として名前が上がっている。でも桜井の名前だけはございませんでした。クソバカメディアが桜井の名前を消したんですね。ですから先ほどの記者会見でもそのことについて集まった記者に断固として抗議をいたしました。我々はメディアのために生きているわけではありません。 我々自身が、我々自身のために生きているのが今の日本じゃないでしょうか。このメディアの体質が変わらない限り、まともな選挙は行われません。ここにも今、名前書かれてないね、日本第一党の桜井誠さんっておられるんですよ。ほんなら、あの、ネットで見てたら、うんうん、言うてることがね、ほんまにね、ことはきついけども、あ、な、なるほどなって思うこともあるんですよ。うん、そういう方とかも知らせやなあかんのに、うんうん、知らせないっていうのはなんやねんと思うんですよ。 今回、いつから日本にはですね、民主主義というものがなくなったんでしょうか。こういうことを繰り返している。そして皆さんも初めてこの桜井誠という名前を聞いた人もいるかもしれません。今回ですね、もうすでにいろんなところでですね、候補者として名前が上がっている。でも桜井の名前だけはございませんでした。クソバカメディアが桜井の名前を消したんですね。ですから先ほどの記者会見でも、そのことについて集まった記者に断固として抗議をいたしました。我々はメディアのために生きているわけではありません。 我々自身が、我々自身のために生きているのが今の日本じゃないでしょうか。このメディアの体質が変わらない限り、まともな選挙は行われません。